アレクサンダー・ヘルトはドイツの俳優。ジェラルド・アレクサンダー・ヘルトの表記でクレジットされることもある。俳優、ホセ・ヘルトの息子として生まれる。ミュンヘン出身。若い頃はユースのサッカー選手として活躍。演劇を学び、地元劇場の舞台で活動。その後派のオファー、ベルリン、バーゼル、ザルツブルクなどの劇場で舞台俳優として活躍。 1993年に映画初出演。以後、シンドラーのリスト、ヒトラー最後の12日間、白バラの祈りゾフィー、ショル、最後の日々などの話題作に出演している。テレビドラマへの出演も多い。白バラの祈りでの下下ポトリ調べ官役など、独特の通った声や明疾な発声、役に没入するカリスマ的な演技で知られる。貴族フッカーバーベンハウゼン家出身で、 スイスジュネーブ生まれの女優パトリツィア・フッカーと2005年に結婚するが2014年5月に死別する。ありがとうございます。